幾人いるんだよ。え、愛人。ああ、二十と数人です。何でも金と暴力で片付くと思ってるんですね、永井さんは。あれ、払います。田島さん、田島さん。そんなに有名なの、田島は。そうでもないよ。病院宛に指針が届くことなど滅多にないことなので、正直面食らいましたわ。田島修司は善良な女性たちをもてあそぶ変態性欲者なんて。でも別にこの子たちは構わないよ。田島さんは豊かさというものの最低限を考えた方がいいよ。こんにちは。編集長としての、編集部員としての誇りを、月刊オープリスク。お前病人なんだから田島さんに甘えてろよ、兄さんのバカ。女ごときに散々無駄遣いされて、黙って海洋の美徳を示してるなんて君らしくもない。お兄さん、女難の層が出てるよ。エビフライと親子丼食べた上にビフテキ食べてますよね。そうなんです。こちらへ。なんだよ、話せってんだ、怪力ママ。耳が一緒に死のうか。グッドバイ。